唐沢さんと結構こうアクションで絡むシーンが何個もあったんですけど<ん>夢のような時間でした前室からずっと緊張してて<ん>前方センターーーのムービー代にお願いいたします俳優として初めて参加した作品がこちらの「トップギフト、はい」ということですけれども、はい、今回の現場で心に残ったアドバイスとか。 ありましたたたら教えていいだきたいです本当にあの今作で唐沢さんと結構<ん>アクションで絡むシーンが何個もあったんですけど本当にその時に唐沢さんが自分がアクションされない時でも僕のことを見てくださっててでその絡む時実際絡む時にこうやった方がこう見えるよとか転び方とかも教えてもらったり本当にあのタイミング アクションに入る間のタイミングも教えてもらったりして、なんか本当、自分が初めて入る作品で、唐沢さんにアクションとか、他のことも、いろいろ自分がわからないことを聞いたら、たくさん聞いたんですけど、全部丁寧に教えてくださって、なんかすごい不思議だった、不思議な時間だったですね、本当、夢のような時間でした。 なるほど緊張感もありつつ本当緊張感もあったんですけどなんか幸せだなっていうか嬉しいなっていう気持ちがすごく強かったですなるほど、はい、あのこういう場に立つのも初めて、ね、初めてですよね、はい、どうでしょう今も緊張されていますいやもうすごいもうあの前出からずっと緊張してて <laughs>、うん、撮影中とかはあんまり緊張しないタイプなんですけどこういうあのメディアの方の前とか。 まあ本当に大先輩の方々とこうやって今、並んでるのも結構緊張してでも本当、さっきも言ったんですけどすごく幸せですごく嬉しくてもっと頑張ろうと思います今後の活躍も楽しみにしてます <laughs> ありがとうございます。